人参を切ります。もうね、おっさんはぶつ切りだな、これな、これな、こんな感じで切っちゃうもん。はい、じゃがいもを切ろうと思ったんだけど、これね、抜いたらちっちゃかったんだよね。じゃがいもはね、こういうことにすることで置いとくだけ、20分ぐらい置いとくとなんかね、でんぷんが出てきてね、茹でた時に煮崩れしなくなるらしいんですよね。なのでね、ちょっとここね、黒になるんでね、これだけカットしましょう。油もね、いつか手切れそうだな。まあ大きいのはね、こうやって切っとくことによってね、でんぷんが出るらしいんですよ。そうすると煮崩れしないというふうにお袋が、うちの母ちゃんがですね、お袋ってもあれかな、母ちゃんが言ってました。なのでね、これはね、先にカットしといて、こうやっていくとことによっていいらしいですよ。なんか、じゃがいもが崩れないと、肉じゃがなんか作るときもそういうふうに言われました。この間教わりました。なので先にこうしときます。じゃあ次、玉ねぎですね。カット。よいしょー、こういう感じでカットしていくかな。まあ、どうやってカットするのがいいのかよくわかんないけど、まあまあ、おっさんなりに。まあ、男の料理だからな。こんな感じですよね。ですかね。いただきまーす。うまーい。自分で言うのもなんだけど、